あっす、今日家族の話をしていきたいと思うんだけど、僕が生放送とか動画で持って話しすぎる癖があるんで、なんかお前の家族関係複雑すぎねみたいに、あの、誤解してる、まあ、方がいるんですけど、まずそれに対しての弁明をしておくと、まあ、僕の家族ね、僕と、まあ、母親、父親、で、妹が二人いるんだけど、まあ、普通の家庭ですね、僕以外。別に親も離婚してないし、まあ、家も一軒家だって、めちゃくちゃ裕福だったってわけじゃないけど、まあ、別に貧乏ではない、不自由しない生活をしてたし、まあ、ゲームとかも買い与えられたりしてたんでね。で、まあ、妹も、まあ、普通に学校行って、まあ、大学も結構いいとこ出てて、まあ、あの家庭でいう失敗作って本当に僕だけなんだけど、まあ、俺、まあ、7年間ぐらい、まあ、家族と会ってないんですよね。まあ、家族と会ってないっては言ったけど、まあ、母親からはたまに連絡来てるし、連絡先交換してるぐらいの関係性はあるんで、まあ、絶望的に終わってるってわけじゃないんだけど、まあ、僕自身がね、その学校、まあ、高専に通ってて途中で辞めたんですよね。まあ、その後ろめたさがあるから、なんかね、家族と付き合いづらいなってのはあるんだけど、まあ、これは、まあ、俺が 100% 悪いの分かってる。僕が生きていくにおいて、解決しなきゃいけない問題であるのは分かってるんだけど、まあ、一旦この話は置いといて、まあ、今日やっていきたいのは、まあ、その7年間会ってないっていう話をしたんだけど、あの、妹から、なんか連絡来たんですよ。ショートメッセージ機能でね。まあ、僕妹とは、まあ、LINE とか交換してないんだけど、ショートメッセージって電話番号だけ知ってたら多分送れるんですよね。俺の電話番号親とかに聞いたのか、まあ、わかんないけど、まあ、ショートメッセージが来てて、まあ、Twitter でも軽く話したんですけどね。ありがとうございます。いつか福岡帰ってくるよってやったら会えませんか？親は関係ないよ。返信待ってます。犬。で、あの、この隠してる部分あるじゃん。で、ここが、あの、俺の妹の名前と完全に一緒で、漢字も一緒だったんだよね。そんな一致することあると思って。で、俺が福岡に住んでたこともこれ知ってるから、いや、ガチ本人じゃないかなと思って。あと補足ですけど、僕が動画とか生放送でよくネタにしてる、あの、スクミズ事件とか、ブチ切られた妹が、まあ、上の方の妹、三つ下の妹なんですけど、これ連絡くれたのは、僕の5個下の妹ですね。で、こっちの妹は、まあ、僕妹2人いるんだけど、まあ、でかい方の妹に小さい方の妹が結構いじめられてたんで、まあ、俺は結構かわいそうだなと思って優しくしてたんですけど、まあ、どうしようかなって考えた結果、まあ、あってもいいかなと。まあ、そんな嫌いとかじゃなかったしね。まあ、あってもいいかなと思って、まあ、返信したんですよ。しばらく行く予定ないけど、まあ、コロナ落ち着いてからならいいよ。あと用事ないようにもよるけどって、返信したんですよ。これね、俺からしたらね、いや、結構勇気のいる行動で、まあ、仕方するか、返信するかでちょっと迷ったんですけど、まあ、ここら辺で一歩前に進むかと思って、いや、めちゃくちゃちょっと精神的には、まあ、辛い部分があったんだけど、まあ、勇気を出して一歩前に進んだんだけど、なんて帰ってきたと思いますよ。なんて帰ってきたと思いますか、皆さん。先ほどのメッセージを送信してから、まあ、2日と18時間が経ったわけなんですけど、未だに返信来てません。終わった。いや、これさ、ショートメッセージのさ、上に書いてあるの電話番号だよな。ショートメッセージとかなんかいちいち確認しないじゃないですか。もしかしたら、あの、確認忘れの可能性あるんで、ちょっと電話してみようかなと思います。あ、もしもし。もしもし。こんにちは。あ、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、なんか、前話したの、あの、誕生日の時にケーキあげた時ぐらいだよね。うん、はい、こんにちは。あ、こんにちは、こんにちは。何ですか？いや、元気ですか？あ、元気ですね。いや、なんか元気かなと思って。あ、元気ですよ。はい、はい、今何してるんですか？今俺っすか？俺は今家で野菜ジュース飲んでる。あ、そうなんですか。うん、すいません。え？はい。健康的ですね。はい。はい。どうですか？
いや、きついわ。いや、なんかどうでもいい話なんだけど、いや、あの妹のメッセージに返信した後になんかめっちゃスパムメッセージ来るんだけど、これ何？